出雲国、出雲の国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、三陰道に属する。出雲という国名は、歴史的仮名遣いでは、出雲である。明治維新の直前の領域は、島根県松江市、安木市、雲南市及び、出雲市の大部分、滝町蒲原を除く、大田市の一部、山口町、山口、山口町薩目、三河郡の大部分、 奥出雲町八川座三谷を除く、伊伊志郡の大部分、伊南町塩屋、井戸谷、旗田を除くにあたる。古代出雲は、青銅器を主とする西部出雲、現在の島根県出雲市付近と鉄器を主とする東部出雲、現在の島根県安木市、鳥取県与那子市、大仙町との二大勢力から出発し、 以後統一王朝が作られ、日本海を中心とした宗教国家を形成したと考えられている。特に東部出雲は、律令下の有法規国まで、連続的な文化的つながりがあったため、特に、弥生イでは、出雲と法規、鳥取県西部を出雲文化圏とする向きもある。考古学的見地からは、古墳が発達する以前の特徴的、 埋葬様式四隅と湿粉急母の分布状況から、すると北陸地方なども上古出雲とすべきとの説もある。これらの漢日本海への半渡拡大の逸話は国引き神話として出雲国風土記に記されているとの見方も有力である。この律令以前の出雲国の影響力は日本神話の各所に見られ、日本創生の神話の大半が出雲やその周辺の話になることから、 その精神的影響力は絶大であったとの見解が主流である。しかし、やがては山王権に下ることとなり、それが有名な国譲り神話として日本書紀などに記されたと考えられる。国譲りの交換条件として建立された出雲大社はまだに全国から参拝が絶えない。さらには出雲大社の祭祀を取り行う出雲国造北島氏、前下氏は、 甘テラス大臣の第二子、天野保姫の命の末、孫として皇室と同等の血統の長さを誇り、この国造という呼び名も古代律令に用いられていた官職名であることからその歴史の長さを読み取ることができる。崇人天皇60年7月には、天皇が武日将命、日本初期、剣平鳥命、古事記、天野保姫の命の子が天から持ってきた神宝が、 出雲大社に収められているから、それを見たいと言って、献上を命じ、竹もろすを使わしたところ、いイ入イネが、当時の当主で、兄の出雲ブリネに、無断で、出雲の神宝を献上。出雲ブリネは、飯入根を謀殺するが、朝廷に中殺されている。日本初期。その後、律令制の下では、出雲国造の領域をもとに、7世紀に設置された。 7世紀末の藤原宮跡や出雲国町跡出土の木簡から出雲国では出雲表、縦の縫い表、大原表などの存在が知られ、日本初期斎明5年659年にはお供軍が見えるが、弊社の殉職で王軍の前身として王表がこの時期にはすでに置かれていたことがわかる。平安期には、 東部出雲、王軍を朝廷に没収された出雲国造家は、今の出雲大社がある西部出雲に中心を確定する。東部出雲は、昭園守護の管轄下となり、合算と打城、現、安城市広瀬町富田を中心とし製鉄を支配し、雲白地方を抑えた戦国大名天越を生み出す、こととなる。江戸期に入ると、松江藩が設置され東部出雲は、松江、 西部出雲は出雲国像の影響下に入ることとなる。さらには、松江藩参下の東部では、明治期に見られた廃物希釈の逆の影響が認められたりもする。つまり、上古より同じ出雲でも、東西の主権が別々の歴史的見解を残すため、出雲の歴史は分かりづらいものとなっているとの指摘がある。伝統産業であった製鉄で財を成した出雲三名家、田辺や、 桜井や、糸原屋は、現在も島根県下の実力者である。和名称によれば国府は、大群にあり、松江市、大草町に、国府跡が発掘され公開されている。かつては、現在のあたかよる、神社、松江市東出雲町出雲号周辺という説もあった。出雲風土記に、大郡家や黒川駅かと同書だと記され、松江市、大草町の六所神社周辺が、 国庁跡とされている。発掘調査で、多数の掘り立て柱建物跡、大原表磯部康と記された、木管、駅、正面などと記された、牧書土器、硯、墳道、瓦などが出土した。建物以降は7世紀後半から9世紀にかけて6、時期の変遷が認められ、7世紀後半まで遡る、国庁の最も古い例の一つだとされている。 アマデラ跡は、国分寺跡の東にあり、建物の礎石や築地が設置されていたであろう跡、溝などの遺構が検出されている。二宮以下は存在しないと見られるが、助大神社、松江鹿島町佐区内を二宮とする説がある。十月の遺書の神名月は、その当字から神がいない月と解釈され、全国の八百万の神々がこの月に、出雲に集結し、 縁結びなどの会議、神切りをするという伝承がある。これは中世以降、出雲大社の講師が全国に広めた説であるが、現在でも、出雲では10月を、神有り月と呼び、出雲大社かいくつかの神社では、旧暦10月10日頃に神を迎える祭り、その1週間後に神を送り出す祭りが行われる。この間の守護職は不明。 1565年から1565年、第二次合算と打状の戦い、毛利、毛利元成、吉川元春、小早川隆影等3万5千人の軍勢、X 天子、天子義久、天子道久、天子秀久等1万人の軍勢。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。